K が海外生活で日本語を維持した方法。よく聞かれるんですよ。ね、めちゃくちゃ聞かれるね。どうやって日本語勉強したのとか、うん、どうしてそんな日本語話せるの。そうそうそう。簡単には前動画とかで説明したりもしてるんですけど、うん、ちょっと今日はもうちょっと細かく丁寧にお答えしていきたいなと思って。ちょっとね、俺から質問ベースじゃないけど、なんかみんなからこう来たような意見を集めて、K にこう質問をぶつけていきたいなと思います。はい。K の俺の最初会った時のイメージは、大学時代に周りに、その、英語が話せる人がいたから、ネイティブでね、話し方似てんなと思ったの、日本語の。だから、もしかして喋れんのかなって思ったくらい。ただ、本当にほぼ違和感ない。馴染んでる感じ、全然わかんない。基本的に、バレたことない。ね。その、初対面とか、うん、何もその帰国子女とか知らない人で、帰国子女でしょうとか、そういうことを言われたことはないかな。結構言われるのが、話し方丁寧すぎる。ああ、そう。そうね、それはそう。日本語を海外で維持したとは言いつつ、パーフェクトにというか、ではないんだよね。日本人から日本語をちゃんと話せるねって言われるくらいのレベルにはしっかりいるからさ、それを維持した方法みたいなのをやっていきましょうか。はい。まず一つ目、海外生活で日本語を維持するために K 自身がやっていたこと、何ですか？海外生活で日本語を維持するため、うん、半分環境、半分自分でっていう感じなんですけど、環境的に言うと日本人学校に通ってました。それはどれぐらいの頻度で？週に1回、毎週日曜日、家の中では絶対日本語。それが結構難しそうだね。そう、親とは絶対日本語で話さなきゃいけなくて、弟と話す時も日本語で話さなきゃいけなくて、うん、遊んでるとどうしても英語が出ると親に怒られて。え、そうなの？家の中は日本語でしょみたいな感じで。でも遊んでるとやっぱ出ちゃうの、英語が。そう、出ちゃう。あ、そうなんだ。自然と。どんな感じで出んの？なんかそっちの方が言いやすいから、Hey, do that! みたいな。あー、そうなんだ。じゃあ、Come on, let's go! みたいな。学校で使ってるような英語が家の中で出ちゃうんだ。そうそうそう。それで、Hey! って言われて、行こうみたいな。これしようみたいな。それの日本語は知ってるんだね。そう。だから、逆に、変な話、なんか、ベビーシッターとか、なんかこう、面倒見てもらってる時に、アメリカ人の人とかだと、わざと二人で日本語で話して、どういう遊びをしてるかバレないみたいな。なんか別にバレてもいいんだけど、なんとなく、ごっこ遊びとか、大人に見られるとちょっと恥ずかしいから、なんか日本語でやるとバレないから、みたいな。それはあるよね。ちょっと悪ふざけ半分みたいな、ね。そう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 。なんかこう二人の世界があるみたいな感じで、うん、そういうのはあったのと、あと結構漫画とか映画とかビデオすっごい日本語で見てた。うんうん、ああ、もうその時から。そう。だからまず、なんかテレビ番組とかおじいちゃんおばあちゃんにビデオテープで撮ってもらって、送ってもらって、ポケモンとか、そういう子供向けの番組とかをすごい見たりとか、あとうちの両親はなんかドラえもんがいいみたいな。なるほど。そう。まあわかるよ。言葉遣いもいいし、みたいな。しんちゃんじゃなくてドラえもんね。そうそうそう。うちもそう、うちもそう。だから、ドラえもんはもう DVD ボックスもあれば、映画とかも全部ビデオ揃えてもらったりとかして、もうそれは結構好きな時に見ていいみたいな。あ、そうなんだ。日本語関連だったら結構いつでも見ていいよ、みたいな。かなり周りの協力があったの？かなりある。夕食食べる時も、うん、なんか日本のその録画したテレビ番組とかを見たりとか、NHK だけはつながる。あ、そうなんだ。その NHK だけは見れるから、なんかニュースとかも日本語で見たりとか。そうなんだ。英語でも見るけど、うん、日本語でも見たりとか。じゃあその両親だけじゃなくて、おじいちゃんおばあちゃんのかなり力強いサポートがあったからこうなってるんだ。うん、だって最後に、うん、アメリカから日本に引っ越す時に、うん、そのビデオテープ全部手にあげたりとか売ったりとかしたんだけど、むんのすごい量だった。むんのすっごい量だった。今の時代では見たことないようなビデオテープの数だった。うわーってやった。そう、なんか日本人学校でなんか売りさばいてた。商売人かよ。日本のドラマとかが入ってるからさ、その頃あんまりさ、ネットフリックスとかないから海外のテレビ本当に見れないの。こういうシリーズ全部あるよとか営業してたね。そこなんとか全部見れるよとか。自分ではさ、その海外生活してる中でさ、日本語がさ上手くなったなとか、そういう感覚ってあった？ない。ないよね。うん。気づいたらできる。そうだよね。だから、全然そういうのはないんだけど、うん、むしろだから、できるって思って日本に来ちゃったのかな。なるほどね。自分はその環境にいたから、そう。大丈夫だっていうね。そう。だってもう、大人と話して何にも問題ないし、うんうんうん、学校で友達と話しても問題ないし、みたいな宿題もできるし、漢字テストも解けるし、みたいな。で、日本来たら、漢字テスト
テストだけじゃないの漢字のテストに出てくるのみたいな。あ、待ってみたいな。日本に来てからの苦労話は散々ね、いろいろショートでもロングでもいろいろ出してるから、まあ、そこは確認していただくとして、海外ではもういろんな人のサポートありながら、まあ、本人は好きなように、好きなようにというか、自分の好きなものを見てたら、勝手にこう日本語ができるようになったみたいな。そうね。環境づくりの一環で、幼稚園生の時は、ひまわりって呼ばれてた、一人の日本人女性がやってた、幼稚園じゃないんだけど、本当に1、2時間くらいの。事情みたいな。うん、ちょっと日本語を勉強して、日本語の絵本を読むみたいな。そういうところがあって。で、そこにちょっと通ってから日本人学校に入って、日本人学校はアメリカでいうなんかいわゆるキンダーガーデンからあって、うん、日本でいう年長さんから中学1年生まで学校に通って、ベビーシッターもなるべく近くの大学のに留学してた日本人の子を雇ったりとか、ね、家の中ではなるべく日本語になるように日本人のベビーシッターが多かったりとか、家庭教師も日本人の人に教えてもらって1週間分の宿題やったりとか。やばいね、うん、マネーゲームみたいになってるんだね。そう、でも近くの大学生でいいのは、現地でその留学生として来てる子たちってバイトとかできないから、うん、あー、そっかそっか、そういう子たちは結構、そうそう、じゃあ職を求めてじゃないけど、そう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 、割となんか喜んでやってくれて、うん、しかもなんか自分たちが日本に帰ったりする時とかに新しい人をすぐに紹介してくれる、うん、言うほどマネーゲームっていうよりもなんかこうずっと紹介紹介紹介でなんか続いた感じ、うまく呪術投げていったんだね、うん、そう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 。ちょっと多分話も入ってきたけど、そのじゃあ日本を維持するために親のがやってたこと他にはかなり出てきたけどさ、なんか最初に出しすぎたかも。出しすぎたよね。親はどういう風に日本語を使うかっていうのをすごいなんか丁寧に教えてくれてた。自分も帰国子女だから、母親なんかは日本語バカにされた経験がいっぱいあったから、子供たちはそういう思いさせたくないって言って、一番なんか帰国子女ができないって思われがちなのって敬語なの。そのイメージめっちゃある。そう、敬語ができないイメージが強いから。あれはね、でもテレビのせいな気もするけどね。そうね、テレビとかもあるし、でも実際難しいの、英語にはない概念だから。そうだ、それもあるんだけど、母親はもう絶対敬語、おじいちゃんおばあちゃん来るときも敬語を使うようにとか、遊ぶときとかは別になんかそこまで厳密にはないんだけど、こう敬語でも言えるように、電話出るときとか親に代わるとき、その日本から電話かかってきたときに少々お待ちくださいって言わされてた。でも今思うと変だった。そう、今思い返すと、そう、そう、子供がいきなり少々お待ちくださいっていうのは変だったんだけど、その頃からそういうのを教わってたから。そう、なるほどね。そこに関しては違和感なくだったんだけど、逆にそのせいで君もしか喋れない、うん、そうっていうちょっと違う問題が発生して、面白いよね、うん、タメ語オンリーになるか敬語オンリーになるか、そうそうそう、両方うまくちょうどよく混ぜらんなくて、だからすごい硬いってよく言われちゃうんだけど、マジで武器の話だったもんね、最初は。続きとかで難しい、うん、混ぜるのが、はいはいはい、なんか日本語と英語も混ざんないように、うん、敬語もなかなか混ざらないの、私の中で。またちょっと別の言語になっちゃうんだろうね。そう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 。あとは、うん、なんか日本の絵本とか、まあさっきもちょっと話したんだけど、漫画とかもいっぱいもう触れてほしいからみたいな感じで、いっぱい買ってもらえて、そういうのは基準というか、やっぱりこう好きなものじゃないと読まないから、だいたい年に1回か2回、その父親もなんか出張とかで日本にちょっと行ったりとかするから、はいはいはい、1回はまずはその漫画雑誌、うん、そのジャンプとか、うん、コロコロとか、なんかでも子供向けのやつとかを1冊買ってきて、ほうほう、その中でどれが続き読みたいって、えー、で1個選んで、うん、その次日本誰かが行くときに、うん、その全巻買い揃えて持ってくるみたいな、何それ、さすがお嬢だな。でも、うん、そうじゃないと、うん、1冊ずつ買えないから。まあだけどさ、お嬢のやり方だよそれ。でも1個しか選べないんだよ、姫みたいな。どちらがよろしいですかみたいな。でも年に1シリーズしか選べない。いや1シリーズも買わないからね、別に子供が。でも家にあるのを読むとかはあるするけど、ちょっと面白いのが、うん、コロコロとあとチャオ、知らない、チャオっていう女の子向けのなんかコロコロみたいな、うん、その2択しかないの、その漫画しか知らないの私。でチャオってその女の子向けのやつって大体 2,3 巻で終わっちゃうの。あ、そうなんだ。ちなみに何が好きだったの、その中で覚えてる？日本に遊びに来て好きになったのが、うん、ちびまる子ちゃん。あ、そうなの？そう。なんで？ちびまる子ちゃん面白いって思って。へー。子供
なのにちょっと変わったことを言ったりとかするとかっていうのが、まあね、なんかあんまりアメリカだとないそうなんだキャラクターで結構面白いなって思って、ちびまる子ちゃん前回そうなんだ買ってもらって読んでた。意外だわ、ちびまる子ちゃんが出てくるとは思わなかった。で、あとは、うん、その日本人学校で日本語の本とか漫画いっぱい置いてあって貸し出し制度だったの。週に1回しか行かないから、はいはい、うん、だからそこにあるものはいろいろ読める。何が好きだった？コナンとか結構読んでた。あ、コナンね。なんかあなたのアメリカ人の話を聞くとほぼコナンなんだよ。親の趣味がどうしても入ってきた。コナンめっちゃ知ってるんだよね。そう、コナンとか、あとはなんかこう歴史書のなんか漫画バージョンテレビテラあそういう感じね。そういうのを読んでたりとかして、うん、日本人学校でみんなが借りたりやったりするから、なんかこう抜けてることが多いの。はい、どうしてもその抜けてるやつとかは読めなかったりとかして。まあ、そういうのはあるだろうね。そう。それで、日本に来てから、あ、いろんな漫画雑誌あるんだとか言って、やっとなんかジャンプとか主流なのを知って、はいはい、面白ーってなってハマってったんだけど、なるほどね、アメリカにいる頃はもうチャオとコロコロしかないと思ってた。たまにリボンが来るからリボンみたいな。知らねー。でも日本にいたら信じられないぐらい雑誌ある。そう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 、あーみたいな。どこから選べばいいかわからんみたいな。本当に漫画好きだもんね。好き好き、めっちゃ読む。そういうところから来てるんだろうね、うん、じゃあ次の質問。じゃあその日本語を維持するのに大変だったこと、うん、なんかある？海外にいた時にね、日本に来てじゃなくて、うん、ある、うん、あるあるんだ。ある、やっぱり続ける。そもそも現地校に通ってるんですよ。このアメリカのお友達と一緒にね、子供たちと一緒に。そう、アメリカの学校に通いつつ習い事に参考やりながら、うん、週に1回日本人学校っていうスケジュールが結構パンパンで、確かに。で、日本人学校も1週間分の宿題出してくるんですよ、うんうんうん、でも現地校でも普通に宿題、まあ、そんなに量は多くないとはいえ出るから、まあね、とはいえだよね。そう、とはいえ宿題して、あの習い事行ってとかってやってたら結局土曜日に溜まっちゃうんですよ。確かに。で、土曜日の朝に日本人の家庭教室、うわーってやって、日本語の勉強だけで土日がほぼ。しかも、なくなる。K の性格上、毎日まめにコツコツはちょっと苦手じゃん。苦手。だから余計溜まってくんだろうね。そう。まあ一応なんか母親が頑張ってこう毎日やる時間作ったりとかやってたんだけど、それでもやっぱりいっぱいいっぱいになってきちゃって。日本語を維持するの大変なの。だからそれを続けること、だからだん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 それこそ年齢が上がってくると ともにその宿題の量が増えたりとか、うんうんうん、そのやる内容が難しくなってくると、うん、アップアップになってきて、結構小学校の高学年くらいから日本人学校辞めちゃう子が多い。ああ、それで大変になって、そう、もう続かなくなってきちゃって、もう全部やってられないみたいになって、うんうん、いやってなる人も結構多くて。あ、そうなんだ。そういう中でどん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 クラスの人数が減っていく中で続けていくみたいな。じゃあ最後まで続けるって人意外といくんだ。そうね、しかも中学まで上がる人ももっと少ない。 K はその段階では日本に来てた、ね、そうそうそう、関係なかったんだけど、うん、休みがほぼない状態で続けるっていうのは大変だった。なるほどね。日本語を維持するのは大変だった。そうね、そこまでじゃなかったけど、ちょっと最初慣れるのに時間かかったのが、日本に遊びに来るときに体験入学とか、はいはい、なんか小学校にね、そう、小学校もあったし、日本の幼稚園みたいなところもちょびっとだけ行ったりして、 そこでまずちょっと慣れるのとか、うん、時間がかかったりとか、なんで私海外旅行に来てまで学校行かなきゃいけないのっていう思いはすごいあった。楽しいんだけど ね、うん、なんか、まあ、ね、途中からも結局楽しくなって、うん、友達もできて、うわーみたいな、給食うまーみたいな、楽しいってなるんだけど、それしか言わない、パンチが美味しいから。でもそう、最初なんか、なんでみんなは夏休みとか、うん、みんな遊んで何にもないのに、私は日本人学校の宿題が出るの、日本に遊びに行って学校行かされるのみたいな。そうだよね、ベンチにいたらそう思うよね。そう、アメリカの学校だと夏休み3ヶ月くらいもあるんだけど、あ、そっか、本当に宿題ゼロ、うん、だから周りの人たちがそういう中で頑張るっていうのも辛いのかもね。ちょっとなんかやっぱり差を感じ る、ね、そこは親目線だと分かんないかもね。そうね、うんうん、だから周りがなんか頑張ってないように見えちゃうっていうか、うんうんうん、まあ、実際頑張ってないけどなんで私だけこんなにやらなきゃ
けないのみたいな。将来のためって言われても実感わかんないしね。そう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 、うん、その頃は日本に住むかもしれないっていうのもなんか子供だったわかんないから、だから私はずっとここに住むんだみたいな気持ちでいるから子供としては。よかったね、うん、なんかそれここで頑張ってっていうか。マミーが頑張ってというか、そうそうそう、親が頑張って、親が頑張ってだいぶ良かったよ、ね、じゃあ次の質問いきます、はい、その海外生活で、うん、日本語ができて良かったことなんかある？その家族内だけで話したいこととか、うん、他の人にはあんまり聞かれたくない話とかを、ね、日本語でするっていうのは便利だった。ちょっと暗号みたいになるよね。そう、暗号、なんか周りはもうみんなハテナハテナハテナみたいな感じなんだけど、友達が来てるのに怒られてる時とか、うん、なんか日本語で返すとマミーも日本語になってくるから、うん、なんか周りが何を怒られてるのか分かんないみたいな、ね、とか、なんかちょっとこれお願いしたい時とか、うん、周りに人がいるからちょっとあんまり言いたくないけどみたいな話とか、そういうこそこそ話ね。そう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 、は日本語でできるっていうのは確かに。そう、もうこそっともしなくていいから、もう日本語で話せばみんなハテナだから。でもそれ日本人海外行ったらみんなそれ経験するけど、アメリカ行ったりとか、そう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 、行ったら日本語で喋ったら周り聞こえないからっていうのはあるから。わざとそのアメリカ人の友達の前で弟と日本語で会話して何言ってるか分かんないです。計画悪い。でそうするとなんかみんな対抗してこようとするんだけど、うん、大して他の言語知らないスペイン語とかも別に知らないんか。コロラド真ん中だからその他の言語が入ってくるとかあんまない。なんか私の友達で一人いたのはチェコ人のハーフの子がいたから、うんうんうん、チェコ語がちょっと話せたから、そこの家庭も同じようなことやってて、ね、でお互いなんかチェコ語わかんないでしょ、日本語わかんないでしょみたいなやってて子供だな、かわいいな。あとはなんかあえて友達になんかこういう単語を教えるみたいな、あ、なんかあいついじめてきたらバカって言ってやれみたいな、はいはい、ある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 、くだらない単語ばっか教えて、みんなもなんか私日本語できるみたいな。それ共通なんだね。大人になってからもやりたくなるもん。やる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 そう、もう子供の頃からそれあるから、もうめっちゃなんか楽しんでた。そういう良かったね。そう、優越感ある、うん、やっぱあるよね。そう、もう一個言語知ってるみたいな、うん、で先生たちもなんかそういう扱いしてくれるの。あ、そうなんだ。 K はもう一個の言語話せるすごいねみたいなことを言う。あ、そうなんだ。結構普通に褒められたりとか、ちゃんとそこがいいとこっていう風に認めてくれたんだね。そう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 、優越感じゃないけどはあった。最後にいきたいと思います。はい、今までさ、海外から日本に来て日本語で大変だってことはいっぱい言ってるでしょ、うん、もうそれはもうみんな知ってるんだ。逆に良かったこと、日本語できて良かったなって思ったことある？そうね、まずはやっぱ日本に帰ってきて日本語話せて良かったなって思った。やっぱりそれを怠ってたら、もうただでさえ日本語話せるのにいっぱい苦労したのに、そうだよね、日本語話せなかったらもっと苦労してもっと嫌になってただろうなって思う。もうだからそれこそ英語一本で絞っちゃって、もうインターとかに通って英語の授業しか受けないで、簡単な日本語しか話せないみたいな状態になってたかもしれないって思う。ちなみにインター、今話してたけどさ、うん、なんでインターには通わなかったの？そこに行けばさ英語で行けるじゃん。そう、あえてそこを選ばなかったってこと。うん、理由がある。母親がそう、マミーが、うん、インターに通うとどうしてもそれこそ周りの環境が英語だけになっちゃうから、うん、そうだね、日本語を話す機会がなくなるから、うん、日本語話せない人が結構多い。ああ、そうなんだ。そう、全然インターのこと知らないんだけど、マミーはその経験がある。うん、アメリカとかから日本に転勤とかになって、うん、それで子供を行かせるみたいな、うん、もう本当にアメリカの学校そのもの。そういう感じなんだ、インターって。そう。で、そういうところでもいいんだけど、そうすると日本の文化が全く入ってこないから、その学校を通してはね。で、学校以外ですごい頑張んなきゃいけなくなっちゃうから、うん、そういうじゃなくて、学校では一応日本の文化を勉強しつつも、英語を保つみたいな方向性に、ね、マミーが持っていきたかったらしい。なるほどね。うん。それもまだ大変だね。そう。だから結構大変な人生歩んでると思ってる。だってさ、インターに行っちゃえば、アメリカの文化そのままで、そう、そのまま周りもアメリカ英語だから行けたわけじゃんか。そう、それを選ばず茨の道に進んでいくっていう結構過酷なことやってるんだね。そう、でもそれをやったおかげで今こうやってね、つない経験を乗り越えてみんなに発信できてるから、それは、うん、そう、本当に良かったことだなって思うのが、うん、これをこう日本の人たちに発信できるって、日本語できなかったら無理だから。そうだね、間違いないね。ズーカツさんとも出会ってなかったかもしれない。間違いなく英語しかできなかった。英語しかできなかったらありえないもんね、出会うなんて。俺が日本語しかできないんだから会話が成り立たないもん。
だからそう思うと、なんか今日本語できたおかげで、なんか自分の活動の幅も広がったし、うん、できることの幅も広がったし、言語1個以上できるってすごい広がるなっていう。視野がね。視野も広がるし、もう世界観が違う。だからそれはなんかありがたいことだなって。今になっては思うけど、その当時はめっちゃ大変だったの。でもそうだと思う。違う言語を学んだりとか、うん、その世界を見に行くって絶対大変なことなんだよね、うん、英語勉強するの超大変だもん。いや間違いない。言語勉強するってめっちゃ大変だから、うん、みんな心折れそうな人いっぱいいると思うんだけど、大丈夫、みんな一緒だから。両方生まれた時からこういや習ってても大変なことはある。そうそう、無限に言語は大変だから、うん、言語なんて楽勝って実はないから、うんうんうん、ネイティブでもだって日本語ネイティブだけど、うん、日本語えむずって思う時未だにあるよ。あるよ、全然あるよ。そうだからめっちゃむずいよ。一緒なんよ、うん、英語だってなんでそうなるのって言われると、いやこっちもそう思ってんのみたいな、別に納得してやってるわけじゃないみたいな。じゃあ今回は経営が海外生活日本語を維持した方法ってことでしたが、勇気づけられる人が多かったんじゃないかな。え、本当。うん、やっぱり大変なんだなっていうのもあるし、ただそれをやったことでいいこともあるんだってことも分かったから、うん、いい会になったんじゃないでしょうか。そうだね、うん、大変だけど環境作りはやっぱり大事、結局そう。あとなんか最悪そういう周りに日本語話せる人とかいなかったら物を買い与えるじゃないけど、安くてもいいっていうか、ああああ今なんて特に YouTube とか見れる、ね、そうそうそう、 YouTube とか海外からも日本のものとか結構見れたりするから、全然見れるよ。そうそうそう、今そういう時代になってきてるし、漫画とかもオンラインで読めるようになったから、 そんな全巻買い揃えなくてよくなったから、 K がやったみたいに売りさばくとかもなくて、そうそうそう、今はね録画したものとかいつでも見れるから、そういうのを有効活用していただいて、うん、刑ほどなんか物が溢れかえるみたいなことがなくても大丈夫。そうそうそう、でも本当にできることなので、うん、オンラインで全部ということで、今回は日本語を海外に移した方法でした。明日